信頼していた方の、過ちというのを、悲しくというか、ショックですし、今はそういうふうに、感じています。7年的贴身翻译员水原一平的背叛让大联盟道奇球星大谷翔平很受伤。まず初めに、僕自身は、何かにかけたりとか、誰かに代わって、そのスポーツイベントにかけたりとか、それをまた頼んだり、っていうことはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して、誰かに送金を依頼したことももちろん全くありません。大谷说知道水原涉赌是首尔海外赛首战的赛后球队会议。本当に数日前まで、彼が、そういうことをしていたっていうのも、全く知りませんでした。彼が、僕の、口座からお金を、盗んで、なおかつ、みんな僕の周りもそうですね、みんなに、嘘をついていたというのが。水原一片再片、直到球队会后才供出自己偷钱还债的真相。ホテルに、戻って一平さんと初めてそこで話をして、彼に巨額の借金があることをその時知りました。で、彼はその時私に、僕の口座に勝手にアクセスしてブックメーカーに送金していたということを僕に伝えました。这时大谷才知道原来水原欠下一屁股赌债。で、それを僕が肩代わりしたという話を、その時に代理人に話したそうです。そしてこれらは全く、全てが嘘だったということですね。整場記者会大谷花了近12分钟说明六度强调水原说谎。至于记者会不开放媒体提问，日媒分析可能是大联盟已经启动调查程序。记者姚慧文、汪永白报道。